背筋が凍るポケモン都市伝説。第3位、森の洋館実在説。森の洋館とは、新大地方の白帯の森の奥にある古びた洋館。日本地図に当てはめると、北海道旭川市の小仙園という洋館が建っており、そこでは21世紀に従業員や客が全員毒殺されるという悲惨な事故が勃発。公式が発表した情報によると、ある日少女がポケモンを追いかけて洋館に迷い込み、帰ってこない孫を心配したおじいさんも、洋館に迷い込んで帰ってくることはなかったとのこと。二人はおそらく洋館に出現するゴーストによって毒殺され、未だに洋館の中をさまよい続けているのでは、と噂されるようになった。第2位、メアリッシーの女幽霊。メアリッシーの雑居ビル2階に行くと、画面が止まり何度も暗転。主人公の背後から女性が出現し、あなたは違うとの言葉を残して消えていく。この不可解な演出は、幽霊が未解決事件の犯人を探しているのではという推測が生まれた。1、舞台がフランスパリ。2、被害者が女性。3、未だに未解決。この条件が合致している事件が1件だけ存在する。それがパリ人肉事件。1981年にフランスで起こった猟奇殺人事件で、犯人は不起訴処分となり、未だに罪を償っていないらしい。幽霊は罪を償わせるためにこの犯人を未だに探しているのでしょうか。第1